皆さんこんにちは。今回は、本国で 3.0 ティアリストが公開されたので、そちらを動画にしていく予定です。それでは、まず、リストの見方から。はい、左側は元素反応についてなので、右側、左上が元素属性、右上の数字が推奨突数。で、キャラ名の上のタグみたいなやつは、運用方法についてですね。続いて、左から主 C 副 C、増益補助、生存補助。メインアタッカー、サブアタッカー。サポート、シールドと回復って感じです。言語の都合もあり、若干違う部分もありますが、大まかな意味はそんな感じです。それでは、メインアタッカーとサブアタッカーの上から見ていきます。まず、ティレイ、最上位ティアは、アタッカーは、ライデン2突、フータオ1突、アヤカム突。サブアタッカーは、イエラン・ユクアキシャンリンですね。これは、いつものメンツになりますね。あ、ティレイからカンウさんが降下していますね。さすがに無突銃撃アタッカーって考えたとき、最上位ではないというのは、確かにそうかも、ってなりますね。他のティレイに関してはいつも通り、螺旋使用率上位でもよく見るキャラですね。では次。T1 のキャラクターたち。多分50音順じゃないから、左の方が上って判断でいいんでしょうか。T1 は、エウルア、イット、タルタリア、アヤト。ティナリ、カンウ、ヨイミヤ。サブアタッカーは、ティナリ、アルベド、フィッシュル。ヤエ、北斗、カンウ。まずは、アタッカーについて。生姜をミットされて、ティナリがランクイン。で、カンウがティレイからT1へ加工しましたね。章に関しては、確かにこの位置ではない。とは思っていました。同じようなポジションにイットがいますが、正直、元素専属サポーターがいるかどうかは、かなり大きいですね。風番五郎が出てくれないと、章の復権はなさそうです。風アタッカーの章には草も無縁だしね。続いて、ティナリってそんなに高いのかって思いました。でも、この後紹介するティレイと比較すると、確かに、とは言える?個人的には編成が超絞られる割にはあって感じがしましたけどね。で、ティナリへのコメントも紹介。ティナリのメインはスキル5の3連撃銃撃。草付着能力は平均的だがサイクルさせやすい。爆発は良好、草キャラで最も高いダメージが出せる。って感じのことが書かれていました。サブアタッカーはティナリ、フィッシュル、ヤエ北斗が上昇かな。ティナリは、スキルと爆発だけを打つ想定なのかな。スキルと爆発だけの運用は自分はしたことないんですが、どのような感じなのでしょうか。雷3人組は完全に、草効果でしょうね。とはいえ、なんか安直に上げてる感がしますが、どうなんでしょうか。まあ、草の登場で雷キャラが底上げされたのは間違いないので、これでいいのかな。続いて T2。アタッカーは、ショウ、国政、クレイ、ディルック、エンヒ、ココミ。サブアタッカーは、勝利、ウェンテ、カズハ、ヘイゾウ。強行刺激もですね。ショウは下降、国政は上昇。ヘイゾウはアタッカー組から削除されました。ヘイゾウは場に残り続けるより、スキルと爆発を回してる方が使いやすいからね。仕方ない。サブアタッカーはカズハ、勝利、ウェンテは下降。激化の北雷組よりこの3人がダメージ出せないことは、確かにそうかもってなるかもだけど、勝利はともかく、ウェンキとカズハは、特にカズハは、激化雷カズハとかすれば、あの辺に並ぶとは思うんだけどどうなんでしょうか。次は T3。アタッカーは行幸、ノエル、レザー。サブアタッカーは、ジン、サラ、ガイア、ロサリア。で、リサですね。行幸とノエルは T2 から落ちてきました。サラは、説明欄では T2 に上昇って書いてあると思うんだけど、T3 のままなのはミス?ロサリアの評価は上がってないか。あ、言い忘れてました。フィッシュルとスクロースがアタッカー枠から削除されてました。最後 T4。アタッカーは深淵、サブアタッカーは、アーロイ、アンバー、コレイ。まあ、仕方ないねって感じのメンバーですね。
草元素キャラクターはケナリ以外は。とりあえず、付着してるキャラって印象です。確かに、ダメージは控えまだなって思いました。ここから、サポートとヒーラーシールドを見ていきます。まず、サポート、カズハベネットイエラン。生存補助、勝利ココミ。おなじみのメンバーですね。特に言うことはありません、こんなもんでしょう。次、サポートは。神格、モナ、ウンキン、サラ、ゴロウ。スクロース、ウェンティ、コレイ、草主。ヒーラーは、ベネット、ディオナ、ジン、シノブ。ドリーですね。サポーターについて。今回は、コレイと草主が追加されました。コレイは4突推奨で。4突効果は、爆発発動時に、熟知60をパーティーにバフするというものです。二人それぞれ、作成者からコメントがあるので紹介。コレイの元素爆発のダメージは一般的だが、元素付着能力は優秀で。また、4突すれば熟知を巻くこともできる。コレイは元素爆発を回すことを意識することが大切。だと思いました。エネルギー面には注意を払ってください。草主人公について。草主人公は、爆発継続中元素熟知をバフすることができ。貫突すれば、草ダメージバフも負けるようになります。ただし、爆発は重たいのでそこに注意を払ってください。現在は3突までしかすることができません。コレイも草主も元素付着優秀で。草元素初心者セットって感じで。良いキャラクターですよね。って考えると、風、岩、雷はクロウと向け感あったね。岩に関しては、パンピーからしたら足場出してるだけだしね。で、ヒーラーなんですが。忍とドリーが並んでどっちも定位置なのか。回復能力に関しては、個人的には微妙かな。草元素で評価は上がったものの、回復能力に関しては一切変わってないから。なんか、この評価は枠が違うような気も。あと、忍はやっぱり2突欲しい。無突だとローテーションかさばるし。回復量は、ささやかなのでって感じがあります。ただ、自分は開花メインだったので、回復できるように HP とか治癒バフをつけた。激化運用だといいのかも？続いて、ドリー。この1はチャージ能力を高く見ているということですかね。ドリーに対する作成者のコメントはこちら。ドリーについて。ドリーは雷元素のチャージもできるヒーラーです。この能力は、生物や武器の選択では、とても大きな効果を発揮するでしょう。ただし、基本的にダメージは期待できません。って感じでした。続いて、D2。サポーターはロサリア、シゲクモ、ヘイゾウ、雷主。ヒーラーはサユ、ナナ、バーバラ。T3 はサポーター、シンエン、トーマ、リサ。シールドはシンエン、トーマ。このメンバーは全員以前と同じです。サユとトーマの評価が上がったという話を聞きましたが、このティアリストでは変動がないみたいですね。自分は、開花は雷で起こす派なので、こんなもんかーって感じですが、もっと上だろって方は、コメントで教えてくれると嬉しいです。最後も一面ですね。特に言うことはありません。って感じの本国ティアリストでした。概要欄にリンクを貼っておくので、各時期になった方は、ぜひそちらにアクセスしてください。ということで、今回はここまで。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。さようなら。